リーさん、仮面のこと何か知ってるかな？もうすぐ朝だ。そろそろリーさんが来る。その前に朝ごはんと。この時間ならリーさんもオフィスにいるはず。ピーター、研究ってやつは進んでるか？うん、そこそこ。ああ、まずいコーヒーだな。でもただだし。おばさんはまだか？他のシェルターは安心できなかったけど。ピーター、どうしたんだい？お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど、大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど。これをどこで？わかりません。何なんです？古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。ここにあるこのシンボルはデーモンだ。デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいか、ピーター。この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。ピーター、仮面のシンボルはデーモンって意味だって。あんなに怯えるリーさん初めて見た。記事にするのはやめとけってさ。それは無理。リーは何か隠したかったんじゃないの？いや、単に昔のことを思い出しただけじゃないかな。辛い子供時代だったらしいし。そうなんだ。デーモンか、覚えやすい。じゃあ原稿書く。またね。まあ今のところいい感じだよね。博士との約束の時間まで暇だし、それまではスパイディ業に勤しもっかな。ピーター、
リンさんから聞いたけれど心配してたわよ。危ないことしてないわよね。ああ、MJ の調査のことを話したんだよ。大丈夫、MJ にも言っとく。もしかしてよりを戻したの？また連絡取り始めたんだ。リーさん怒ってないといいけど。心配してるのよ。あなたのことを気にかけてくれてるわ。あなたが一生懸命人助けをすることに感心してるみたい。若い頃の自分とあなたを重ねているのかも。あなたも孤児だし頭もいいでしょ。リーさんっていい人だな。いいボス持ったね。その言葉伝えとく。じゃあね、リータ。もしもし。ピーター、オクタビエス博士だ。ああ、博士。敵地ドール上等兵が試着に来てる。ああ、忘れてた。ああ、そうじゃなくて、すぐに行きます。最近遅刻してばかりじゃないか。どうしたんだ。しっかりしなさい。はあ、またか。時間忘れてた。